どうも柴です。今足のトレーニング終わりましたね。みんなね、この夜になったらもうね酒飲んでゆっくりしてると思うんですけど、僕はね仕事が終わるんがいかんせん遅い。はい、ということでね、もう足のトレーニングね死ぬほど頑張ったんで、今からね体にね栄養を取り込んでいきたいと思います。ほんで今日ね寒いんで、この寒さはねやっぱね体には悪いと思うんで、あったまってなおかつねもう体が喜ぶものを食べたいと思います。ということでレッツゴー。もうこの駐車場の時点若干分かってる人はおるかもしれへんけど、その人は上級者。行こう。さてさて行くぞ、さてさて行くぞ。なんで走ってると思う？駐車料金が高くなるから。早く食べてね、早く帰ります。顔でかいな。やっぱりここかよ、やっぱりここかよみたいなね。行きましょう。はい、ということでね、本日食べるのはこちらのね辛コクラーメン。この絵のね2辛に挑戦してみたいと思います。とりあえず1辛は食べたんで2辛ですね。こちらが2辛でもこの唐辛子がすっごいなってる。もうね香りが痛いもん。香りが痛いからちょっとね混ぜてね、粉末を直接吸わないように、粉末吸うとラリルよ。ということでいただきます。はい、辛い辛い、想像してた以上に辛い。なんだこれは。もうほぼ唐辛子の味ですね。はい、もう全然ねラーメンとねマッチしてるっていう感じがしない。とにかく辛い。もうこれは天一ではないよね。もう麺もいただいていくんですけど、ちょっと怖いんですよね辛くて。果たして食べれるのかっていうね恐怖心が襲ってくるんですけど、意外にね口の中は今ねすごい大火事状態なんですけど、この天下一品のねこのこってりスープがですね、なんかね口の中辛くなるんですよ。すごい辛くなるんだけど、その後のヒリヒリ感というか痛みをすごいね軽減させてくれるんですよね。だからね意外に食べれて、しかも途中からねなんかね美味しさまで感じてくるというね、これねすごいね面白いラーメンですねって言いつつね、やっぱりね辛いよ、辛いよ。これはもう香りも辛い、全てが辛い、水がうまい。このスープです。もうね色変わっちゃってるからね赤く。で意外にほんまにさっきも言った通り飲めるんすよね。飲めるしほんま辛いんやけどっていうね。もうねやっぱりね電池のスープがどれだけ万能かっていうことですよ。これだけ唐辛子をぶち込んでも、もう天一のねこのスープにかかればもう全てをマイルドに帳消しにしてくれるというね魔法のスープです。全然話変わるんですけど、僕昔にですね激辛ラーメンというものを食べに行きましてね、友人と。ちょっともうだいぶ昔なんでどの店かも忘れたんですけど、初めて食べた激辛ラーメンがほんまの激辛ラーメンで、もう上にてんこ盛りに唐辛子が乗ってて、これ食べれんのっていうぐらいねすっごい辛くて辛くて、泣きながらねラーメンを食べたっていうね辛い思い出があります。はい、それに比べるとねこのラーメンはねうまい、うまく辛く食べれる。もうねピカイチですね。あの頃のラーメンから比べると全然大丈夫ですけど、最初のね香りはねそのラーメンの香りしてましたよ。これも、はい、それにしても天一食べた時のねこのねラーメン食べた後のこの水がうまいこと、うまいこと分かる人は手を挙げてください。で最後にねこのスープを飲んでですね、意外にねハマる、ほんま意外にハマる。はい、ほんまにこれ意外にハマる感じで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。辛い辛い、ほんま唐辛子の辛さも初めて食べた時食べきれるかなと思ったけど、天一のスープがねこの口に広がってなんかコーティングされたら、初め入ってきた時は辛いねんけど後味に続かんっていう、口の中ずっとヒリヒリする感じがすごい軽減されて、辛いもん食うてんねんけど口がヒリヒリせえへんみたいな、そんなねなんか不思議な感覚でした。ごちそうさまです。早いかな早いかな早いかな、駐車料作ってよ、ここの店員駐車場作ってほしい。あー汗ばんでるわ、汗ばんでる。よしよし、とりあえずね今あれです、今ね食べたんですけど、こっから帰ってねさらに食べます。はい、
帰ってこれだけじゃ足らないんで、とりあえずね天一が食べたくて食べたくて仕方がなかった。ただそれだけ。晩ご飯に天一食べるわけではなくて、ほんまにあのなんていうの、もう天一を味わいたかったっていうのに来てしまいました。はい、わかるよね天一ファンは。はい、行こう行こう。メガネかけてね。僕実はメガネなくてもね運転できるんだけど、メガネかけないとね目が疲れちゃう。はい、早く行かないと、早く行かないとね、お金がかかっちゃうよ。今日ね、横着してね、駐車場入れんと路中するんもいいかもしれへんけど、僕はなんていうの、その路中してね駐金切られる確率ってあるじゃないですか。それを考えたら全然駐車場入れた方が安いと思います。心配せんでもいいし、ゆっくり食べれるし、僕そんなせかせか食べたくないから、美味しいもん食いに行くのになんでせかせか食わなあかんみたいな。で美味しいもん食べて出てきて、さらに1万5000円払えみたいな。マジっすかみたいな。そんなんなるぐらいだったね。事前に駐車場入れるんがね、事前にね駐車場入れるのが僕はベストやと思うな、ほんまに。よいしょと、よいしょと、よいしょと、ほんま駐車場はね入れんとダメですよ皆さん。切られたら腹立つし、もうなんか心配やし、だいたい1万5000円分でなんていうの、路中すると思ったらね、なんていうの、1万5000円一発で1万5000円ですよ駐金なら。駐車場1万5000円だったらだいぶ入れれるか、それで安心があるからね、割かし安いもんやと思います駐車場。ということで、ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、こっちけどね、なんか心地いいわ。あれね2からにしたんですけどね、3からあったので、次3からねちょっとチャレンジしてみたいと思います。ごちそうさまでした。